この動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は最新の FIFA ランキングで日本が16位になったことに対する日本や海外の反応、さらに波乱が連発しているアジア最終予選についてご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。最終予選の初戦で中国代表に7-0と圧勝すると、大アウェーの中行われた2戦目のバーレーン代表戦でも5-0と2試合合計12得点でなおかつ無失点というこれ以上ないスタートを切った森保ジャパン。これには現在海外メディアからも称賛が相次いでおり、ドイツメディアのビルドは同国リーグに所属し日本代表の最終ラインを支える要としてスタメン出場を果たした板倉滉選手の写真を一面に、日本が2度勝利した後板倉はワールドカップに向けて完全に軌道に乗ったと、板倉選手そして日本代表が好調を維持していることを報じ、初戦で中国相手に7-0で快勝すると、今度はバーレーンを5-0で退けた、ワールドカップ出場権の獲得に向けて順調に進んでいると、2戦合計12ゴールを記録した日本代表がワールドカップ最終予選突破に着々と近づいていることを伝え、またアメリカの大手スポーツチャンネル ESPN ではワールドカップアジア3次予選が始まり、私たちが学んだことと題した記事を掲載し、日本代表について止まらない怪力と評し、次のように綴っています。日本はアジア2次予選で6連勝を飾り、24ゴール無失点という驚異的な数字を叩き出した。ただ3次予選では常により厳しい試練が待ち受けているはずだよね。サムライブルーにその覚書は関係ない。彼らは中国とバーレーンをそれぞれ7-0、5-0で蹴散らした。9人の得点者を出しており、ゴールへの道をあちこちに、ベンチにいる選手たちにも開き、意のままに質の高さを示している。死のグループに組み込まれ、今後サウジアラビア、オーストラリアという最大の難敵が待ち受けているが、すでにワールドカップ出場を固いものとしている。またイギリス大手のスカイスポーツでは、代表ウィークを終えての暫定での FIFA ランキングを速報し、イングランドは2勝したものの4位のままだと、順位の変動はなかったと伝えると、注目なのはメキシコとアメリカを抜いて16位に浮上したサムライブルーだと、日本代表の結果についても触れ、続けて日本は中国に7-0、バーレーンに5-0とアジアでは敵なしの強さを見せている。格下相手なのは事実だが、この競技は格下でも毎回のように凄まじい点差がつくようなものではないと絶賛。また同メディアは、日本の試合についてよく見ると後半にも多くの点を奪っている、これは日本人の精神面がよく表れている点だろうと、日本代表の強さの秘訣について見解を述べています。また FIFA ランクが16位に上がったことについて、日本からは FIFA 16位はもはや強豪だし、ワールドカップ優勝してもおかしくない、23位とかそこら辺にいたイメージだけど、10、20年かけてこのぐらいになってきたなと思う、強くなったよ、アメリカとメキシコをついにぶち抜いた、オシム監督に今の日本代表を見せてあげたい、あと一つ上がれば次のワールドカップでポット1に入るのが確定するのか、相性だけじゃなく本当の意味でドイツに迫ってきた、今の状態なら一桁に居座っててもおかしくない、そのぐらい圧倒的に強い。日本では過大評価とか言ってる人結構いるけど、海外では日本人が思ってる以上に日本人選手が評価されてるんだから、この順位に上がるのも納得できるなどの声が寄せられており、またアジアの他国からは、日本はもう別格のレベルだ、日本はアジアの光だ、めちゃくちゃ強え、日本がアジアで輝いている、インドネシアには優しくしてね、もう別次元だよね、インドネシアが日本を相手に大量失点しないことを祈ってる、日本はもうアメリカ行っちゃって予選とか必要ないから、アジアのチームを凌駕している、欧州に移籍すべきだね、本当に恐ろしいな、日本は今世界で最も強い代表チームの一つだ、絶好調で、日本はサウジよりはるかに強いチームを叩きのめしてきたなどの声が寄せられています。
このようにアジア最終予選で圧倒的な試合をしている日本代表ですが、他の国では波乱の試合が相次いでおり、オーストラリア代表は開幕戦でバーレーン代表に0-1で敗れると、2戦目のインドネシア代表には0-0で引き分けるという結果となり、これによりオーストラリア代表は2試合を終えて勝ち点1。これには母国メディアからも、オーストラリア代表の FIFA ワールドカップ出場の望みはジャカルタで一層弱まった、2026年のワールドカップ出場を保証するグループリーグ2位以内という、オーストラリア代表の望みはすでに脅かされており、来月アデレードで行われる中国代表戦での勝利が必須になった。また来月にはアウェーで日本、11月はホームでサウジアラビアとの対戦が控えており、前回大会のワールドカップ予選でもこの2カ国と対戦しているが、共にホームアウェーで勝利がなく相性は最悪と言ってもいいだろう。だがここで再び勝ち点を落としてしまえば4次予選に進めるかも怪しくなるために、これまで以上に厳しい戦いに直面することとなったと、早くもワールドカップの出場が危うくなっていると報道されています。またアジアカップ王者となったカタール代表もオーストラリア代表と同じく2戦終了時点で勝利がなく、開幕戦で UAE に1-3で敗れると、2戦目の北朝鮮代表との一戦では途中で相手が退場し数的優位になるも2-2の引き分け。この結果にはカタール代表を率いるマルケス・ロペス監督も、この引き分けは敗北の味が伴うと語り、2試合で1ポイント、まだ8試合残っているから諦めたわけではない、引き続き全力を尽くすと、まだ始まったばかりとはしているものの明らかに肩を落としています。また韓国代表とサウジアラビア代表も格下とみられる相手に引き分けと新勝という厳しいスタートになっており、自国からは様々な声が出ています。2026年のワールドカップ北中米大会からは出場国が48に増加し、それに伴いアジア枠も 8.5 へと拡大されている今回のアジア最終予選、当初は日本代表やオーストラリア、韓国といったワールドカップ常連国は予選突破が楽になったかと思われていましたが、米大手スポーツ紙の ESPN は逆に厳しさが増したかもしれないとしてこう報じています。今回の最終予選は各グループの1位2位にワールドカップ出場権が与えられ、3位と4位チームはプレーオフへ回るレギュレーションとなっている。この仕組みにより格下チームもジャイアントキリングを1度か2度起こせばプレーオフへ回るチャンスを手にでき、それが各国のモチベーション上昇につながっているのではと分析する。今大会ならばグループ A の UAE、 ウズベキスタン、グループ B のイラク、ヨルダン、パレスチナ、オマーン、グループ C のバーレーンといった国は自分たちにもワールドカップ出場のチャンスがあるのではと燃えているに違いない。特にアジアカップ2024で準優勝のヨルダン、ユース年代が結果を出しているウズベキスタンといった国にはチャンスがある。そして現にまだ2試合を終えただけだが、韓国、オーストラリア、サウジアラビア、カタールはすでに勝ち点を落としている。日本代表の圧勝劇の裏で起きている波乱の展開、今後の試合にも注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。